い、どうもサトチューンチャンネルでございます。最近ですね、車にドライブレコーダーをつけてる方が増えてきてますね。テレビなんかでもね、決定的瞬間とか言ってね、高速道路での、事故の様子とかね、それから天災とか、台風とか高波とかね、がやってきてね、こう車がこうバーッと流されたりとかね、そんなこの事故のなんか様子を録画したりとか、ということがね、最近多くなってきてますよね。そうじゃなくても、普段、ドライブするときの、記念として、記録として、ドライブレコーダーで、録画してね、後で自宅で帰って楽しむとか、もしくはね、ドライブ配信、やられてる方、YouTuber とかツイキャスの方とかね、やられてる方で、こういった、走行中のね、動画、走行シーンをね、投稿するという方も、多くなってきてます。はい。そんなドライブレコーダーですけども、やはりですね、お値段の方が高いですね。はい。そんな中ですね、私は今回、こんなものを見つけてきました。僕が今回買ったのがね、こちらです。秋葉王で買ってきた、コンパクトデジタルドライブレコーダーっていうやつでね、お値段は、なんとね、たったの1500円ですよ。ただ、なんかちょっとチャッチーね。パッケージも結構チャッチー。横はこんな感じ。説明書きはどうなってんの？こっちが前かな？はい。走行中の動画を簡単録画。吸盤で貼り付け。ほんで、1.9 インチのモニターがついてると。モニター自体はそんな大きくないですね。このもしもの事故の記録にということでね。このやっぱりほら、楽しいドライブ風景の記録にと。こんな扱い方をするわけですよね。はい。で、一応動画と静止画も撮影できるよと。で、あとは音声もね、同時に記録してくれるそうです。だから会話とかね、あとはその走った時の音とかなんかも拾うことができますね。で、電源は 12V から供給するのかな、シガライターソケットから供給するようになってますね。横はこんな感じ。ちょっと空張り見たら、これ黒と白と青があるのかな。何が入ってるかちょっとわかんないけどね。ここに書いてあるわ。はい、ここに3つ書いてあるね。どれが入ってるのかちょっと中身わかんないですけどね。で、一応、ドライブレコーダーの取り付け位置は、フロントガラス上面より 20% 以内にくっつけてくださいと、いうことですね。はい。多分これは、なんか道路交通法とかで、そういう風になってんでしょうね。あとね、マイクロ SD カード、SDHC、32GB までしか対応してないんですね。ちょっとこれはどれくらい記録ができるのかっていうのはちょっと謎ですけど、128GB くらいまでね、対応してればもっとちょっと使い勝手も広がると思うんだけども。この辺はちょっと価格なりといったところですかね。ちょっと中身開けていきましょう。これがセットの内容ね。すごくシンプル。説明書と、あと本体。で、シガライターのソケットと、あとは吸盤ですね。はい。こんだけです。これなら設定とか取り付けとか簡単でしょうね。配線引き込むのもこのシガライターソケットだけですからね。割とすぐくっつけられるんじゃないかなと思います。本体はね、いろいろスイッチがついてて、まずこの上の部分ですね。この上の部分には、電源のオンオフボタン。それからメニューのね、選択ボタンがこちらに。ついてますね。で、これは、こちらはですね、電源供給の USB ポートになってます。シガライターソケットのね、電源を、ここに挿すということですね。この上面の方に。これは多分マイクでしょうね。はい。で、反対側はディスプレイ。なんかこれ保護フィルムかな？これを後から剥がすと思うんだけど。で、ここが、OK ボタン。レックって書いてるけどね。で、ここにもモードボタンがあるね。で、これは送りボタン。右に行ったり左に行ったりというやつですよね。はい。そんな感じになってます。最初の方でもちょっと言いましたけどもね。
このカメラには、まあ、マイクロ、記録媒体になる、まあ、マイクロ SD カードが別売りになってますので、必ずこれね、別途用意しておいてください。じゃないと、記録することができませんからね。で、マイクロ SD のね、容量は最大で 32GB まで、対応してます。マイクロ SDHC ってやつですね。で、まあ、こちらの方向に、セットしてですね。最初はですね、フォーマット、をするようにというふうに書いてますね。まあやり方なんかはこの説明書の方に詳しく記載してますから、まあ、そちらでねご確認いただければと思います。電源供給のねしがらいたソケットを挿します。でこれをね配線はまあこちらの方にね、はわしていくことにしますね。吸盤付きのブラケットにねカメラをまあこのようにくっつけたら、今度はですねこちらの吸盤をフロントウィンドウの方に貼り付けます。で、ここにちょっと見えるかな、レバーがあるんで、このレバーを上げますね。ガッチャンコと。はい。これでセットは OK ですね。あとはここを、まあ、自由にね、こうやってボールジョイントで動くようになってますので、まあ、位置が決まったら、ここのネジを締め込んでいきます。ここのネジね。はい。はい。まあ、これでだいたい設置は完了かな。シガライターソケットはこちらのね、刺していきます。ほんで、コードがですね、まあ、長さがどんぐらいになるかわかんないからね、先にま、こちらの方に刺していきますね。はい、ここね。こっちか。はい、OK。配線の方なんだけどね、ここ刺した後に、このね、内装のこの隙間に這わせていけばどんどん入っていきますね。こうやってやれば、コードが、まあ、邪魔にならずにね、まあ、スマートに収まりますので。あ、結構簡単に入っていくね。はい。まあ、こんな感じで、配線していきましょう。それじゃあね、エンジンのキー入れてみますね。エンジンスタート。はい。そうしますと、もう電源が入りまして、はい。もうこれでね、録画がスタートになります。このね、まあ、エンジンキーとね、連動していまして、まあ、電源が入ったらもう自動的に録画が開始される状態になってます。はい、もう簡単ですね。実際にじゃあこれでまあ走ってね、撮影してみたいと思います。一応録画時間に関しては、4ギガで45分、8ギガで90分、16ギガで180分、32ギガで360分撮れるようになってますね。まあ、思ったより、撮れるもんですね。でもってね、録画の上書き機能についてね、まあ、この3分、5分、10分に設定している場合は、まあ、容量がね、なくなっていくと、古いデータから上書き保存されていくことになるそうです。で、これがね、オフになっていると、容量がなくなったら止まるというような仕組みになってます。ね、実際にこのドライブレコーダーを使って、録画してみたいと思います。はい、じゃあ実際にね、ドライブレコーダー使ってみましたけども、ちょっとね、スマートフォンの映像と比べるとなんか画角が狭いように感じますね。大丈夫かなっていう感じ。ちょっとこの辺りが安いなりかな。もうちょっとね、画角が広ければドライブレコーダーとしての機能は果たすと思うんだけどね。あとはやっぱりこのバックモニターも欲しいよな。うん、後ろにもカメラがついてたら、煽り運転とかだったら後ろから来るからね。はい、そんな風に思いました。あと声なんかも拾ってんのかな。一応ね、このドラレコには再生モードがついてて、まあ、撮った映像を再生することはできるんだけど、その時はね、音声が出てこないんだって。で、音声聞きたい場合は、パソコンから、データを取り込んで、このマイクロ SD のね、データをパソコンに取り込んで、まあ、そこで聞くようにしてください、と、ああいうことになってます。はい。まあ、ただね、使い方がすごく手軽。録画のね、オンオフもすぐ手元でできるし、で、まあ、モードを切り替えること、撮影モード、まあ、録画撮影モード、それから写真撮影モード、再生モードに切り替えることができてね。
使うことができます。まあ、機能としてはシンプルなんで、使いやすいっちゃ使いやすいですね。もっとなんかおもちゃみたいな感じでね、なんか使えないのかなと思ったら、あ、意外とですね、使い勝手というか、使ってる感じはいいですね。スマートフォンはほらやっぱり機能がたくさんあるから、設定するときなんかに結構戸惑うんだけど、これは結構簡単に録画することができるから、まあ割と使いやすいんじゃないのかなと思いました。てな感じでね、このまあ秋葉王のドライブレコーダー、ちょっと使ってみたんですけれども、やっぱりですね、安いなりに、画角がちょっと狭かったり、画質の方もね、スマートフォンなんかと比べると、やっぱり、さすがに鮮明ではありませんでした。まあ、それでもね、走っている街の様子とかね、それから、声、音声なんかもね、拾うことができたんで、ちょっとした記録用には、使えるのかなと思いました。はい。ただ、ドライブレコーダーとしてね、最低限の機能、エンジンをかけたら、自動的にこの録画がスタートするとか、切ったら自動停止するとか、あとは日付が入るとかね、その最低限の機能は、クリアしてるんじゃないのかなと思いました。はい。もうちょっとね、おもちゃみたいな、なんかこう、使えないやつをちょっと想像したんだけど、想定外にね、ちょっとこう、ちゃんとしててね、特にマウントなんかも、結構ガッチリしてて、カメラがね、走行中にブレたりするってこともね、あんまりなくて、結構このあたりはしっかりしてるなぁというふうに思いました。はい。何しろね、1500円で買えるドライブレコーダーですよ。ちょっとね、試しに買ってみたいなという分には、ちょうどいいのじゃないかなと思いました。はい。てな感じで、今回は秋葉王で買ってきた1500円のドライブレコーダーをご紹介してみました。この動画がね、面白いな、役に立ったなと思ったら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、さとちゅんチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。